マブチモーター株式会社は小型モーターに特化した会社で世界シェアの有鉄 s モーターで業界一番のシェアを占める電気機器の大手。小型モーターは現在では全製品をアジアを中心とする海外の工場で生産しており日本にあるのは本社と研究所の機能のみである。工業用モーターが製品ラインナップの中心にあるが ミニ四駆などの玩具用でも広く知られている。現在の同社の売上の内訳は、ミラーやドアロックなどに用いる自動車伝送機器が74.3%を、締め、利美容関連、インクジェットプリンター関連などを含む、民生、業務機器が25.7%である。ま淵の模型工作用モーター1947年の夏に、ま淵健一が、 フェライト磁石を使った有テッシンブラシ付けの数センチ台の小型モーターを発案。その小型さと耐久性の高さからこれを玩具や模型用に売り出したところ世界中で大いに採用された。先発優位性、価格競争力と高い信頼性、生産能力で早くからトップシェアを占めるようになった。マブチモーターを語る上で欠かせないものが 模型の存在である。スロットレーシングカーブームの頃にタミヤなどが使い、世界的にマブチの名を知らしめた。また、戦車などのモーターライズ模型とも、マブチモーターは切っても切れない関係にある。さらには、電動ラジオコントロールカーやミニ四駆などのヒット商品にも使われており、現在では、学校の理科教育などにも意欲的に協力している。 マブチの水中モーター S-1 は、同社のモーター応用製品の中でも最もよく、知られている。東京科学時代にはマブチ乾電池、また1970年代には、三洋電気製のニッケルカドミウム電池を、スーパーセルと称して販売していた。スーパーセルを使用するモーターに、空中モーター A-1 が存在する。電気産業などでも、当初は、 おもちゃのモーターとして軽視されていたが、その低価格差と高性能が認められ、今日では国内外の製品に幅広く使われ、日々改良と新製品が生み出され、ガングモーター時代とは、かけ離れた高い技術力を持つ小型モーター製品を多くの分野に送り出しており、現在の機械製品では欠かせない部品の一つとなっている。ありがとうございます。